アイゾンです。今日は営業センスがある人の特徴というテーマでお話します。で、私野村証券で4年間保険の営業マンとして5年間ずっと営業しまして、今日のお話はですね、実際に営業数字を叩き出すやつの特徴っていうのとはちょっと違うんですけど、営業センスですね。センス、イメージなんですけど、ノールックでスルーパス通すやつというか、なんか150キロの剛速球でバッターをねじ伏せるんじゃなくて、クイック牽制でランナーアウトにするピッチャーみたいな、まあ実際結果出すかどうかは別にして、なんかおしゃれなセンスあるやつみたいな、こういうイメージですね。で、ここってですね、要は芸術的センスみたいなイメージでですね、教えられないですね。なんか対人バランス感覚の話というか、こういうものがあるので、今日はですね、ここを3つご紹介しますと。営業センスがある人の特徴、まず1つ目が、恥に気づかせるのか恥をかかせないのか。これどういうことかっていう私の実体験をお話しするんですけど、私新卒で野村証券っていう会社に入りまして、まあその時の超できる先輩のエピソードなんですけど、私の横にですね、先輩が大手の社長に向かって株取引の電話をしてますと。で、その時にいつもはその先輩がですね、おすすめの株の銘柄を社長に提案してですね、株の売買をしてると。で、ただその時はどうやらですね、なんか先輩が提案したものじゃなくて、お客様である社長自らですね、お、俺はこの株上がると思うからこれ買いたいみたいなことを言ってるらしいんですね。で、その先輩も、あ、わかりました、じゃあ社長の勘があるんだったらその銘柄社長の言う通り買いましょうみたいな格好で、社長が自分が買いたいものを自分で選んで買ったらしいんですね。で、結果その株がめちゃくちゃ下がりましたと。で、これに対してですね、翌日その先輩がまた社長に電話かけた時に、第一声ですね、いや社長すいません、私が社長羽交い締めにしてでも昨日のあの銘柄買い止めるべきでしたと、私のミスです、申し訳ございませんみたいなことを言ってたんですね。で、これ要はどういうことかっていうと、昨日ですね、その社長自ら選んだものが下がってですね、社長からしたらちょっと恥ずかしいというか、こういう気持ちがあるところを第一声で、それは昨日僕が止めれなかったので僕の責任ですみたいな、社長に恥をかかせないように罪を被りに行ったんですね。で、これなかなかおしゃれやなと思いまして、揚げパスタみたいな芳香剤ぐらいおしゃれですね。で、これですね、ちょっと一歩間違えると、なんかそのあざとさというか、臭さが出ちゃうんですけど、その先輩やっぱり言い方も上手いんですね。あざとさが出ないように、まっすぐですね、相手のお客様の社長に恥をかかせないように持っていくみたいな。で、なんならですね、今後は多分その担当者の先輩の意見が通りやすくなると思うんで、そういうことを考えて、先方のお客様に恥をかかせないで罪を被りに行ったみたいなイメージですね。で、ここですね、センスなやつって、要はその株が下がっても、いやいや、それは別に俺が提案したものじゃないですよと。社長自分で選びましたよねと。だから別になんかこれ株下がってる責任は俺にはないですよみたいな、こういうふうに逃げるやついると思うんですよ。で、この辺もですね、なんか今後の取引を考えて、うまく対人関係持っていくみたいな、これは営業センスとして一つあるんじゃないかなと。で、一方でですね、お客様に恥を気づかせるっていうのも場合によっては必要なんですね。これ例えばどんなイメージかっていうと、いやこれ社長だったらこういうことをバシッと自分で決められると思うんですけど、こういうことを営業マンが言うみたいなイメージで、これですね、恥をかかしてるんじゃなくて恥に気づかせてるみたいな、こういうことも場合によっては必要だと思いますと。で、この、恥を気づかせるのか、恥をかかせないのかっていう、ここの選択とバランスを的確に合わせられる営業マンっていうのは、お客様からも好かれると思いますし、営業センスがあるんじゃないかなと。これが一つ目ですね。営業センスある人の特徴、二つ目が、嬉しくなる伝え方。これはですね、要はですね、営業マンがお客様に向かって、同じ内容を伝えるにもかかわらず、相手が嬉しくなる言い方をできるかどうかっていう、ここも営業センスであると思いますと。で、これまたまた私の実体験のお話なんですけど、これも私が野村証券時代の先輩のお話なんですけど、どうやらですね、その先輩は当時私広島で証券営業してたんで、プロ野球のですね、広島カープの野球チケットが何かの表紙で2枚手に入ったらしいんですね。で、1枚はこれ自分で行くと。で、もう1枚これ誰誘おうかなっていう風になった時に、その先輩がいきなり自分の大手の社長のお客様に電話してですね、あ、社長すいませんと、こうでこうで僕プロ野球の野球チケット2枚手に入れちゃいましたと。で、これ1枚僕行くんですけど、もう1枚これ誰誘おうかなっていう風に思った時に、なんかわかんないですけど、真っ先にこれ社長の顔を浮かんだんで、ちょっと社長に電話してみましたみたいな、こういう電話をしてたんですね。
で、これまた結構おしゃれですね。カプレーゼにかかってるオリーブオイルぐらいおしゃれだと思うんですけど、まあこれもですね、ちょっと一歩間違うとあざとさが出ちゃう感じで、ちょっといやらしい感じになっちゃうんですけど、まあその先輩もですね、開いてみて嬉しくなるような伝え方で言ったと。で、こういうイメージで出来事一つに対してもですね、相手が嬉しくなるような伝え方をいちいちできるっていう、これは営業センスとして一つあるんじゃないかなと。これが二つ目ですね。営業センスがある人の特徴、三つ目が立場を的確に合わす。これはですね、どういうことかっていうと、例えば営業マンとお客様の関係っていうふうに考えたときに、どういう立場というか、どういう関係性になるのかみたいな、ここにセンスが出るっていう話で、例えば営業マンがお客様のコンシェルジュみたいな、こういう感じになったりだとか、または話しやすい先生の感じになったりだとか、または優秀な後輩とかですね。もしくは、なんか一個の酸素ボンベで水中潜る、まあバディみたいな。こういうお客様と営業マンの関係性の立場をいろいろある中で、そのお客様に対して的確な立場を取れるんですね。で、これはもちろんセンスある営業マンってですね、お客様によって変えてるんですね。この65歳のバキバキの社長はこういう性格だから、あえて優秀な後輩キャラで関係性を保とうだとか、このお客様はちょっと優柔不断で自分で決断しづらい方だから、ちょっと生活指導の先生みたいな立場で距離感保とうみたいな、ここをまあ商売的にも、そのお客様との今後の関係性的にも一番いい立場で営業マンが立ち回れるみたいな、これはまあ営業センスとして一つあるんじゃないかなと。これが3つ目ですね。まとめると、センスで思い出したんですけど、私野村証券時代ですね、先輩に誘われて、なんか先輩の家でカニ鍋すると。ついては、孫お前、なんか日本酒か焼酎か買ってこいと。お前酒担当や、みたいな。で、なんかセンスでいい酒持ってこい、みたいな。こういうことを言われましてですね。結果、まあ、私全然お酒のこと何もわからなくてですね、めっちゃ安いギリギリ日本酒のやつ持っていったら、めっちゃ怒られましたと。以上です。